288GTO はイタリアの自動車メーカーのフェラーリが1984年から1986年にかけて製造・販売したリアミッドシップエンジン、後輪駆動のスポーツカーである。フェラーリ公式の名称は単に GTO だが1960年代の 250GTO と区別するため一般的に 288GTO と呼ばれる。 フェラーリ 288GTO フェラーリ 288GTO1984 年ジュネーブ賞で発表された。308GTB をベースとし、意図的に 308GTB に似せてはいるが、競技参加を前提として、当時の競技車両規定グループ B のホモロゲーションに沿って製作され、エンジン搭載方式が縦置きに変更され、 軽量化のため一部外反パーツにカーボン樹脂製のものが使われるなど仕様変更を受け外装、内装ともにほとんどのパーツが専用設計で308との互換性は非常に少ない。総生産台数は272台。ボディデザインは 308GTB と同様ピニンファリーナが担当した。前後のフェンダーは大きく張り出し、特にリアフェンダーは 往年の国際マニュファクチャラーズ選手権、チャンピオンマシンである 250GTO を彷彿とさせるダックテール形状と縦型ルーバーが3本入った特徴的な造形のものが採用された。フロントは丸型二等式のリトラクタブルヘッドランプの他、下部に角型のフォグランプとパッシングライトを装着したのが特徴である。パワーユニットは当時のグループ C レーシングカーである。 ランチ l c 2用 3000ccv8DOHC ツインターボを 2855cc としたものであり、生産ラインの308用エンジンとは別物である。これをマニエッティマレリのインジェクションシステムでマネジメントし、最大出力 400hp7000rpm、最大トルク5 0 6 k g ス m 3 8 0 0 r p m を発生する。社名の 288は、この排気量、約 2800cc8 気筒エンジンを搭載しているところに由来する。排気量 2855cc は、ターボ係数1.4をかけて、グループ B の4.0リットル以下のクラスに収まるようにされたものだが、当時の WRC に参加していたグループ B の、主流は3.0リットル以下のクラスか、2.5リットル以下の、 クラスと 288GTO より軽くしかも4輪駆動で、重く2駆動の二の 288GTO に勝ち目がないのは明らかで本気で、WRC への参加は考えてはいなかったが、288GTO と同じ排気量のポルシェ959は、ルマン24時間レースのイムスサ、GTX クラスに参戦している。ボディは、交換スペースフレーム構造を採用。 ホイールベースが 308GTB に対して 11cm 延長されており、より長くワイドにすることで、強大なパワーに対応していた。なお、日本への正規輸入車は1台のみである。288GTO は、競技用、ベース車両として生まれながら、1986年、WRC の度重なる事故によりグループ B が廃止となったことで、 ラリー及びレースに参戦することはなかった。後に、イタリア・ベネト州パドバのフェラーリのディーラー兼、レースワークショップである、ミケロットの手により、288GTO、エバルーツイオネが製作され、各地のサーキットでテストを繰り返す中で得られた、エンジンやメカニズムに関するノウハウやデータは事実上の、後継者であるイ40の開発に役立てられ、イ40により、 レースで優勝するという目的は達成されることになる。フェラーリドットコムよりありがとうございます。